い、そしたらね、とりあえず今日はね、これ前も紹介しましたけどね、ドラレコのご紹介をしておきます。僕はね、もう出しておきますわ。これをつけてますね。で、実際取り付けてる、まあ、ステーはね、ちょっと僕が専用で 3D プリンターで作ったんでちょっと違うんですけど、まあ、基本的にこういう風な外観です。液晶面もちょっと大きい感じの、ドラレコをつけてます。で、配線はね、ずっとこう右側面を通してバッテリーのね、繋いでますけど。で、カメラの方はね、フロントはこちら。ねここに、つけてます。この裏側ね、両面テープでしっかり固定をしてます。で、後ろの方はこんな感じね、ここに、つけてますね。ちょっと奥まったとこなんですけど、できるだけちょっと雨もかからないように、あとテールランプの光がねちょっと入ったり映像に入ったりするんで、まあ、逆にちょっと色がね赤っぽくなってはしまうんですけど、まあ、ブレーキを自分が踏んだとか踏んでないとかもちょっとね、参考までに見れたらいいかなと思って、記録できたらいいかなと思って、そんな感じにしてます。はい。で、本体はこんな感じで、ボタンが、まあ、ここ、まあ、センサー式っていうんですか、物理的なボチッと押すボタンじゃないやつなんですけど、感度はね、そんな悪くないです。押したらちゃんと反応してくれる感じ。こういうのでもね、結構こう押してもなんか反応してくれないやつが結構ねあったりしますけど、これはちゃんとね、反応してくれます。ちょっと上からね、本当はねボルトで、ネジで止めてるんですけど、今さっきちょっと外しました。ちょっと見てもらおうかなと思ってね。で、よいしょ、本体こんな感じね。で、ここに SD カードを入れるようになってます。で、標準でついてるやつはね、上から本当にこうちょっと固定する形なんで、 SD カードこうなんていうんですか、逆に、まあ、パクられる可能性もあるんですけど、僕はちょっとねそういうのも嫌だなっていうのと、あとこうちょっとこう囲い、できるだけこう光反射をなくしたいなと思って、こう日差しみたいなのが欲しいなと思って、 3D プリンターでこういうのを作って、つけてますね。こんな感じです。ね、で、今からこの、まあ、とりあえず電源入れましょうか。設定の画面とかはね、また、静止画の方でちょっと説明をした方がいいかなと思って。はい、電源入れるとこんな感じです。で、今ちょっとね、まあ、今ちょっとスタートレコーディングって言って、勝手に録画が始まるんですけど、まあ、エンジンオンにしたら、もう勝手に録画が始まります。ね。で、画面はね、今リアが映ってたんですけど、これ左右ね、前後で、これが反対、これが前ですね。これ前で、まあ普通前の状態にしてたらね、まあ、これで下矢印ボタンで、画面切り替えていけるんですけど、ここの青いボタン、まあ、赤いボタン、なんていうか事故った時とかね、録画のファイルをロックするときに使うんですけど、この青いボタン、これをね一回ポチッと押すとリアに切り替わりますね。これをポチッと押すことによって、こうリアと切り替えができると。ただ、まあ、いくらこのボタンでリアに切り替えてても、エンジンを一回ね切って、でまたオンにすると、元々の標準がねフロントなんですよね。ちょっと消しとく。だからフロントの映像に戻ってしまうんですね、このボタンで切り替えてたらね。だから僕はもうこの矢印ボタン、これで今リアの映像になってるんですけど、これでデフォルトをリアにしとけば、このボタン押してもね、もう何も切り替わらないんですよ。今押しますよ、ポチポチ、なんか画面がチラチラ動くだけでね。だからデフォルト設定をリアにすると、もうこのボタンの1回押しはもうほとんど意味がない状態になります。だけどエンジンを切ってまたオンにしても、リアがデフォルトになるんで、僕はこれを後ろのミラー代わりにも使ってるんで、デフォルトをリアに僕はしてます。まあこれが一番便利だと思うんですけどね。はい。で、
この青いボタン、これを長押しをするとこういうふうに、情報表示に、切り替わります。これも1回この青いボタンをポチポチ押すごとにこう画面が切り替わっていきます。というような感じで、はい。でこの画面の内容については後でまた静止画の方でね、ご説明するとして、まあ一応こういう風な動作になるっていうことだけね、ご案内しておきますね。でこの中でもこの空気圧ね、この表示っていうのはこのセンサー、これね、このセンサーね、これをオプションで、これ別売なんですよ、これね、これをつけたらこれが表示されるようになりますね、はい。でこのタイヤのさっき見てもらったセンサーに、これもついていきますね。これね、実はこいつにも付属してるんですよね。だけどタイヤのセンサーを買うとついてくるこれはちゃんと取り替えないとダメです、このタイヤについてるやつに。なんでかっていうとこいつがレシーバーになってるんですよ、タイヤの空気圧 の、 センサーとこいつね。だからちゃんとね、こいつタイヤの空気圧のセンサーについてきたやつをつけてください。じゃないとこの画面に、なりませんね、はい。で、あとこの GPS ユニット、これもね、この F2 はどうだったかな、別売だったかな、セットだったかもわからない、ちょっとわかんない、ちょっとそこら辺が裏覚えですけど、こいつがね、ついてることによってまあ当たり前ですけどこの時間ね、これも GPS で受信して時間補正をもう常にしてくれるんで、なんていうんですかね、やっぱり録画してるこういうね事故とか何かあった時にやっぱりこう証拠とか、まあ後で遡ってね、見るモードになる映像になりますから、正確な時刻をねやっぱりちゃんと記録してくれてるっていうのがね、重要だと思うんで、やっぱり GPS ユニット、これも重要ですね。これ多分この F2 はセットだったかな、ちょっとまあテキストで入れときます、後で調べます、はい。ね、ということですね、はい。じゃあとりあえず今から静止画でこうちょっとね、こう画面の説明をさせていただいて、で最後にね、この今ちょっと走ってきた動画をね、この走行動画を見てもらって終わりにしようかなと思います、はい。でちなみに今回はもう割愛しますけど、スマホこいつ Wi-Fi 機能を積んでてね、スマホとつなげて、スマホの専用アプリでねつなげて、今から説明する、まあ、設定の画面の設定とかをスマホのアプリでするっていうこともできます。まあ、そこら辺はね結局画面でやることをスマホでできるだけなんで、まあ割愛もします。あとはスマホの方でこの録画してるのを再生することもできます。ただまあやっぱりちょっと転送したりするのに時間かかったりするんでね、あまり便利かというとそんなに便利なもんでもないんでね、そこら辺ももう割愛します。一応ねそういう機能があるということだけねご紹介をさせていただきます、はい。ということで、そしたら静止画の方でね、設定画面とかそのあたりの説明を、させていただきますね。どうぞ。
で、このね、ドラレコね、結構あの画面もそこそこ大きいし、まあ、この風防みたいなやつは僕新たに作ったんですけど、ちょっとでも見やすくなるように、まあ後ろをね、こう見てあげるミラー代わりに僕は使ってるんで、まあ、そういう意味でも便利だし、画質もそこそこいいんでね、結構おすすめできる製品だとは思ってます。気に入ってます。はい、ということで、今日はねこの F2 の、まあ、前も一回ご紹介しましたけど、まあ、またねこの V ストーンにつけたんで新たにちょっとね詳しくご紹介をしておきました。はい、ではでは、今日はこの辺りで失礼します。さよなら。